はい、こんばんは、山城と申します。じゃあ今日はね、何をやっていこうかというと、レビューですね。今までずっと恵方巻きやってきましたっていうところなんですけど、スーパーさんしたかね、予約のチラシ、そういったものが、ちょっと、出てなかったので、どうしたものかなと思ってたんですけど、広告の方がね、チラシの方が当日入ってたんで、それでね、ちょっとデータ検証の方を、まあ、参考、資料としてね、取っておこうと思います。また来年もね、この辺り使うと思うんで。やはりこのスーパーさんさん、この辺りね、スーパーさん、市さん、牛トラさん、この辺りがね、この三重県の北中西地域だと、デリカが強いって言われるところかな。スーパーさん、市。あと、丸安さんかな、牛トラ丸安。このあたりが、強いって言われてるかなっていうところがある。っていう中の一角だったんで、まあ、やはりね、触れておいた方がいいだろうということで調べてみたら、やはり面白いデータがいろいろと取れたんでね、早速そのデータをね、今日は、見ていきたいと思います。まあ、実際私も食べに行きましたし、やっぱ当日売り場に行ったら、まあ、凄まじいアイテム数置いてましたんでね、相当、やはり力を入れてるんですけど、ただ予約は取らないっていうのがね、一つ特徴ではあるんで、そのあたりもね、どうしてじゃあ予約取ってないの？そんなに力入れてるのにと思うじゃないですか。そのあたりもちょっと解説していこうと思います。これはもうちょっと3資産ならではの戦略っていうのがあるんで、ちょっと早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ではね、チラシの方を見ていこうと思うんですけど、こんな感じでした、当日のチラシ見たら。ザ、節分ですね。これ実際のチラシの電子広告のやつをね、データを、ちょっと、いただいてきておりますけど、こんな感じ。もう、恵方巻き一色ですね。これで多分 A3 ビライチの、広告になってるはずなんですけど、もう、ほぼほぼ、恵方巻きと恵方巻き関連のね、やつで賑わっております。恵方巻き自体はここまでかな。4、半分は、あ、でも半分はいかないのかっていうぐらいですけど、関連を含めてこのあたりとかも全部、恵方巻きに、自分で作るようですね、のやつがこのあたりですし、で、恵方っていうとね、もともとイワシを食べるとかそういうような、目刺しのイワシをね、あれですよね、イワシの目刺しっていうんでしたっけ？あれを、なんか飾っとくとかありますよね。あれ？こっちの方だけなのかな？もうこっちの方で、行くとかで、あって、四日市だとあんまりやる人いないんですけど、伊勢とかあっちのね、南西地域の方に行くとね、なんだっけ、神、あの、正月の、神飾り、あれをずっと出しとくとかっていう風習だったりするらしいですね。なんだったっけな。ちゃんとし、あのー、すみません、ちゃんとしたの知ってる方いたら、コメントいただきたいんですけど、なんか、その神飾りって神様をね、お迎えしましょうみたいなので、正月にね、やってくる、神様に、ね、お祝いしましょうみたいな感じでね、ウェルカムボード、みたいな、感じのね、やつなんですけど、いやいや、お伊勢さんの場合、ずっと神様いるんで、ね、ずっとウェルカムというね、来世、伊勢神宮がね、ありますから、お伊勢さんがありますからね、っていうことで、なんかそういうような、だったかな、っていう、あれなんですけど、ちょっと独特の風習ありますからね、あっちの方は、っていうところありますけど、まあ、こういうのあります。まあ、昔ながらの、ね、ちゃんとイワシとかそういうのもやっておって、で、具材のやつもね、わーっとあって、あ、しまった。ここに天巻きいるじゃん。こんなとこにこっそり天巻き来た。ごめん、これカウントするの忘れてたわ。ああ、いや、入れた方がいい。こっちに天巻きあるんだよな。エビ天太巻き、これ厄介なことね。エビ天ゆかり太巻き、エビ天太巻きと、別で天巻きなんだ。あ、そうだ、そうだ、しまった。で、あとはこの辺りも全部、あれですね。基本的には、その具材になるやつとかですよね。手巻き寿司用の具材とかそういうような風になってきてるんで。まあ、ほぼほぼ半分以上、過半数、恵方巻きという。すごいですね。もはやもう、あれですね。他のところの扱いがめちゃくちゃちっちゃいっていう、凄まじい勢いでございますけど。まあ、これが、やはり特徴ですね。出てますね、ということでございます。じゃあね、早速ね、品目の方をね、ずらーっと見ていきたいと思います。やはりね、ドンと大きくくるのは、これですね。フラッグシップは、魚屋さんの生本マグロ巻きってこと、海鮮七福巻きってことでね、2787円。
まあ、いい価格で、本マグロも入ってるっていうね、ザ・フラグシップって感じのやつですよね。やつがドーンと来ております。いやー、入ってるのも生本マグロ、サーモン、ボイル、クルマエビ。エビもね、ボイル、クルマエビですからね。ちゃんとここら辺ね、こだわってるのがわかりますよね。で、カンパチ、煮込みアナゴに、卵、きゅうり、醤油漬け、イクラに、カツノコ、大葉と、まあ、豪勢。ザ、豪華やでっていうやつですね。これは2787円ってことですね。で、次が、来るのが、魚屋さんの、多分ここの、ところが、いわゆるスリートップになってくるわけですね。魚屋さんの、海鮮小福巻き、1491円ということで、これになると、マグロが、通常の多分バチかな、マグロになって、サーモン、ボイル、クルマエビ、カンパチ、煮込みアナゴ、キュウリ、卵、大葉、という、まあ、海鮮の、いろんなものが入ってるっていう、ザっていうやつですね。が入ってきております。これが1491円と。これになるとだいぶ価格が、お手軽になります。まあ、やはり、本マグロがドーンと入ってるので、しかも、全然ケチってないですからね、ドカーンと入れちゃいますからね、リクラとかもドーンと入ってるんで、そんなで横向くと、やはりこれぐらいの価格に落ち着いてくるかな、というところですね。で、その横が、無添加、ムサキマグロたたき塩の、オバチマグロとミサキマグロたたきの、マグロたたきのこだわき太巻きということです。これが、うちがいただいてきたやつですね。1491円ということでございます。これは、天下、三崎マグロのたたきと大鉢マグロということで、鉢マグロがね、鉢ってのは、正式名称なんだっけ、鉢はメバチか。メバチマグロのことですね。原体を見たことある人なら、すぐに、ピンとくるんですけど、よく、本マグロと、マグロって言うとなんだ？本マグロ、メジマグロ、メジマグロはあまり聞かない。まあでもちょっと一応出すわ。本マグロ、メジマグロ、キハダマグロ、バチかな？メバチマグロ、バチ。と、あとなんだ？ビンチョウか。ビンチョウマグロっていうのが聞くかなと思うんですけどね。本マグロは、別名黒マグロですよね。これ単純で、肌が黒いんですよね。黒肌なんですよね。なんで、現代のね、その魚さんとして泳いでる時のね、そのやつが、黒いんで、黒マグロ、本マグロと呼ばれたりすると。で、このよりも、ちっちゃいやつ、まだね、大きくなってないやつの、いわゆる、閉じで言うとこの若鶏みたいな感じかな、若いやつが、メジマグロなんですよね。だから、ここは同じ品種で、出世魚みたいなもんです。ブリとカンパチみたいなね。ブリとハマチか、ブリとハマチみたいな感じのね、あれです。でしょ？で、次が、キハダマグロ。キハダマグロは、マグロ本体のその原体のね、肌の色が黄色いんですよ。だから、黄色い肌の、キハダマグロと。でしょ？で、バチは、他のマグロと比べると目がバチーンってするでしょ？バチーン。普通のマグロがこれぐらいだとすると、伝わるのかな？これで。普通のマグロがね、まあ、これぐらいだとするとね、メバチマグロはね、こんな感じなんですよね。違う？怒られそうだな。魚屋さんからそう、違うそうやないと、怒られそうですけど、まあ一応その目がバチッとしてるから、それでメバチマグロで通称バチマグロって言われてるし。こっちを叩く、太鼓を叩くバチではなくて、確か目がバチの方だったと思います。というか、魚の、少なくとも、うちが魚の見分け方を教えてもらった時には、目がバチッとしてるやつが目バチマグロやっていうふうに教えてもらったんで、まあ見分け方として覚える分には、実際の語源がすいません、こっちのバチだったらごめんなさいなんですけどね。でもこれでやってたはずだと思います。で、あと、ビンチョウマグロは、あれは何だったっけな？ビンチョウタンみたいだからなのかな？なんでしょうね。原体がそのところから来てるはずです。全体的にね。そう。ビンチョウマグロだけ私は詳しくないけど、まあ、ビンチョウですね。まあ、身がね、全然違うんでね、あれですけど、わかりやすいですけど。結構、ビンチョウマグロの方が後から来てる感じはありますけどね。なんか他のマグロと比べるとね、っていうのがあったりしますと。いうのがあったりしますよね。バチマグロ、ということでございます。すごいね。ここで膨らむか。しかもね、あんまり膨らむしてたらダメなの。
あと1時間でね、編集を終わらせてアップロードしないと、これね、実はね、木曜日に撮ってて、ね、なんなら仕事をもうすぐ行かないといけないんで、そうそうそう、間に合わせないといけないからね、というのがあったりしますんでね、ちょっと、ここからちょっと来たい、というか、ね、行かないとね、見ての通り、すごい量があるんでね、ザーッと行きます、ここからあれ。で、とにかく、アイテム数がとにかく豊富。次は、生サーモン入りの海鮮太巻きってことで、マグロサーモン、タコイカ、キュウリってことで、珍しいなと思ったら、タコが入ってるやつで出してるんですね。これ1059円ということで、タコさんいますもんね。他のところ太巻きで、イカ、キュウリ、ね、サーモン、これが入ってないですよ。タコ入ってるの珍しいなと思いました。1059円であります。で、もう一つ、今度またマグロなんですけど、今度は生本マグロの入った鉄火太巻きってことですね。もう本マグロとキュウリっていう、もう、マグロが食べてるよっていう人は、こっちからこれですね。これはもう生、やっぱ、本マグロ。こういう時こそ、本マグロをしっかりと味わいてるぜっていうのはこれですね。1139。もう、これでも買ってくらい生マグロ、本マグロが入ってます。ということですね。で、次が、こっちになるのかな？魚、こう、縦どうしてるかな？ここは。次は魚屋さんの、しめ穴子太巻き、1059円。これが1059円と書いてありますね。煮込み穴子、卵きゅうりで、もう一つ、これはもうザ・穴子ですね。を楽しむよ、ということで。かなり穴子のでっかいのがドンと入ってるということですね。ちなみに、作ってる量はエグいですからね。実施店舗で先着800、8000本とか、先着3000本とかなんでね、数作るんですよ。数もとにかく作るんですよ、ここ。すごいです。で、次が魚屋さんの2品目、小福巻き。これが、1059円ということですね。ボイル車エビとか、わーっと。マグロカツノコ、ボイル車エビ、煮込みアナゴ、卵、キュウリ、高野豆腐、ごぼう、人参、かんぴょう、しいたけ、なるのがドーンと入ってると。1059円。で、次はマグロたたき太巻き。これもザ・マグロたたきですね。ね、マグロたたきに、ネギが入ってる。まあ、いわゆるネギマグロですね。ネギマとかいうような感じで使うやつ。あれが、こんな感じという感じですね。ネギマは違う。ネギマはさ、あれや、焼き鳥の方になってしまうで、なんだ、ネギトロか、ね、いうような感じですね。あれ多分ネギトロっていう方ができなくなったのか、トロっていう表記があかんくなったのか、どうかはわかりませんけど、さっきはネギた、これマグロたたきとあって、ネギマグロとかっていうような言い方が多いですね。で、次は、生サーモン、サラダ太巻きとか、サラダ太巻きが続きますね。ここからサーモングリーンリーフキュウリ、卵マヨネーズのザ、定番な、サーモンサラダって感じですね。若い方とかだとこういうの好きですもんね。で、こっちも同じくエビマヨってことですね。で、これも面白いのが、ボイル車エビに、ボイルバナメイエビ、通称バナナとかって呼んだりしますけどね。海外で養殖、マングローブのところとかで養殖するのが盛んなんでしょうね、こいつ。っていうので、結構入ってくるやつなんで、まあ、単価がこっちの方が安いんですけど、車エビでね、ちゃんと風味とか、食感とか、食べ応えがやっぱ、車エビがありますから、で、バナメイエビでさらにボリューム感を出してるっていうことで、このあたりとかは、すごく、ちゃんと、すごいこだわりありますね。で、グリーンリーフ、キュウリ、卵、マヨネーズと、ありますよ、ということでございますね。で、ここから下の方に行くと、次は元祖恵方巻きっていうことで、まあ、クラシックのね、恵方巻きも用意してあります。これが538円ということですね。まあ、定番の価格にはなってますね、ということですね。何かすごいって、先着1万5千本ってなってるんですけど、1万5千本、私が夕方買いに行ったらもう売り切れてましたからね、すげえなと。まあ、やはり定番で人気なんですよね。ここを言って、その、スケルク寿司も美味しいんですよね。なので、やはり、この、海鮮じゃないやつも、うまいっていうのが分かったり、やっぱこれ売れるんだなって。あとは、まあ多分、同行として、まあ一応西側なんで、なんかそんなに言うて、前に、これ始めるときに、いや言うて、そんな昔から食っとったっけって私は言ってたんですけど、考えてみたら、うちってルーツが岐阜なんですよ。関なんですよね。関の麦川っていう方の地域が、もともと山田家のルーツなんですよ。ですので、ルーツたどっていくと、もともとその、恵方巻きとかがなかった地域の方ですよね。まあ、五平餅とか、あれ、なんか関ってそんなに五平餅、岐阜なんで、まあ、あるにはあるはずなんですけどね、っていうところだったりするんですけど、関自体は、どっちかというともうちょっと別の地域に行った方が多いかなっていうイメージがありますけどね。で、まあ、とりあえず、そこのところはいいや。
ですから、その、食文化はね、だいぶ、いわゆる、まあ、ザ・美濃地方っていうところなんで、のところから来てる、それもあるかもしれませんね、とは思いました。で、なんだったっけ？元祖恵方巻きが、これね、538円で、魚屋さんの、鉄火きゅうり太巻き、これ1059円、マグロきゅうり、ドンってやつですね。このあたり、あ、そうか、マグロたたきはそこ598円か。やっぱ、こっちの方が安いんだな。で、ツナ、マヨサラダ太巻き598円、あ、646円。これツナマヨカニカマ、キュウリ、グリーンリーフ、卵という定番が入って、このお子様、これ良さそうな感じですね。うん。で、あとは、カニマヨサラダ太巻き、カズミガニかな。これどっかでもありますよね、カズミガニ。ってことでね、カズミガニ、グリーンリーフ、キュウリ、卵、マヨネーズが入ったっていうザ、定番な感じですね。これも、ただ、カニがしっかりとしたのとかね、ここは1491円。もちろん価格順な感じじゃないっていうところがまた面白いですよね。バラエティが非常に豊富だという感がありますよね、このあたりに。で、次が、野菜太巻きってことで、これも無理だったな。ごぼう、人参、かんぴょう、いんげん、しいたけ、れんこん、卵、きゅうりってことで。野菜がちゃんと入ってると、これもリーズナム538円となってますよと。いうところで、さあ、こっから後半戦です。惣菜恵方巻きってやってます。お魚屋さん恵方巻き。これね、面白いのが、今までのところだとね、お魚屋さんってなってるやつが水産感覚で、惣菜恵方巻きってなってるのがデリカ感覚だよねって話をよくしてたと思うんですけど、実はね、これに関して言うと、スーパーサンチさんに関して言うと、どっちも、惣菜分の、その、レディーフーズの、商品になってたんですよね。こっちの方もレディーフーズの商品になってたんで、まあ、もちろん水産のところがね、動いてね、その、食材とかは取ってきてるはずなんですけど、そこのところはね、ちょっと他のところと、多分売上管理で言うと一緒になっているのか、部署分けして、売り上げをそれぞれで、ね、分けて出してるのかな。完全にスーパーで働いてる人みたいで申し訳ないですけどね。そういう時にそれが気になるんですよね。部署ごとにね、分けちゃうところと、分けないところ、分けるところは何せその、同じ店の中でもライバルになるんで、責任者ね、いわゆるチーフって呼ばれる立場の人だと、いや、うちの店だけ、他のところは水産の方のが売り上げがね、わーって伸びとるのに、うちのところだけ、惣菜に負けてしまったら、これはまずいと、まあね、なったりするんでね、そういうような、やつがあったりするんで、どうなのかな。ちなみに、金末はないんだよな。うん。そう、金末は、全部、もう、お寿司を作るのはもう完全に、デリカオンリーっていうやり方なんで、これが、めちゃくちゃ分かれてるところ、めちゃくちゃ分かれてるところ、三重県だと、どこだ？1号館。1号館は同じ CGC グループでも、魚屋さんの、お寿司のところと、デリカの惣菜のお寿司が分かれてるんで、なんで、魚屋さんがお寿司をやってない店舗もあったりするんで、あれなんですけど、店舗によっては、どことかそうかな。そう、1号館、小物の1号館そうかな。あ、ときわの1号館がそうだ。ときわの1号館は、魚屋さんの、水産の寿司と、デリカ寿司がそれぞれあって。だから、お寿司がずらーって、魚コーナーね、歩いてたら、魚コーナーにお寿司がポンってあって、そこからしばらくにいっぱいコーナーね、チーズとかいろいろ売ってるところずーっと歩いていくと、またお寿司がこれ持ってる。なんでやねんってなってると思います。あれ完全に、部署が違ってるところです。まあ、もうちょっと時は点で言うと、どうしてあんなにベッタンと分かれとるかっていうと、昔、あそこ、岩田が入ってたんですよね、デリカのところに。そこから直営に変わったんで、結果的に、いびつな形になってるってことですね。同じ1号館の会社でやってるところなのに、直営店なのに、普通直営店だとね、そこら辺はね、横並びにしたりしてね、買いやすいようにするんですけど、実はそういうような事情があったりします。もともともですから、調理場が完全に分かれてしまってるんで、どうにもならんよねっていうか、あれ、調理場でもあそこセントラルで持ってきとったっけ？お寿司は。あ、お寿司セントラルだよ、確か。うん。うん。あ、でも、中でもちょっと作れるようになってますからね、1号館は。うん。っていうような感じですね。っていうのがあったりしますと。いうところですね。で、次は、その、惣菜ホールを見ていく中。多いんだ。次が、ローストビーフ太巻き。これが1275円、ローストビーフがドンと入ってます。ちなみに、惣菜の方になると、
品目が、ここです。こういうふうに書いてないので、招待をちらっと説明する感じになります。だからちょっと早めに済むと思います。で、ローストビーフ太巻き1200大丈夫か。で、惣菜の方の恵方巻きは基本的にハーフが用意してあります。ということで、ハーフは、590円。ですので、面白いのは、本当に単純に半分の価格になります。半分の量なんでねっていう、わかりやすいところですね。590×2180 のそのまんまということでございます。で、ローストビーフがドーンと入ってるやつ。で、次が、ちょっと隠れちゃってます。飛騨牛ね。これが、ポップとかでも結構出てましたね。飛騨牛太巻きって飛騨牛が入った、ザ・贅沢。1380円。税込みだと1491円。ですので、ハーフ746円ということですね。まあ、豪華ですね。ちょっと今回はちょっとこれ買えなかったけど。いやー、ちょっと一回いつか買ってみたい気はしますよね、これ。一度は食べてみたい、飛騨牛のやつはね。で、次が牛焼肉ビビンバと思います。あ、ちなみにね、飛騨牛なんかなと思った方もいらっしゃると思います。山西詳しい人だと、三重県に詳しい人なら、あ、こういう時松阪牛使わないんだってね、思う方もいらっしゃるかもしれません。まあ、松阪牛、まあ、使うとこは多分使ってるんだと思います。南西地域とかだったらあるかもしれないですね、っていうところだったりするんですけど、あ、いやー、松阪は中世か。中世だから一応、うちの感覚の方か。あっちの方の地元のところだとあったりするのかなっていうところですけど、まあ、多分価格とそういったコスパとかを見込んでというところだって、飛騨牛の方にしてるんじゃないかなという感じはします。松阪牛は、まあ、あんまり巻き寿司にするというよりは、もっと油でしっかりと楽しむやつなんで、ステーキとかね、そういった焼肉とかしゃぶしゃぶとか、そっちの方がやっぱし、この特性が強いのかなという気もしますし、多分、松阪牛で作るってなると、これ2000円では収まらなくなってきますもんね。っていうところもあったりすると思います。で、もう一つ、思うかもしれないのが、あ、仙台牛じゃないんだねって。これはね、私も思ったところなんですけど、で、実はスーパーさんって、じゃあ松阪牛、は、店頭で買えるの買えるはずなんですけど、対面売り場すごく近いのでね。ただ、どっちかというと、推しは仙台牛なんですよ、ここ。仙台牛をいろいろと取り揃えるっていうのが非常に売りにしてあって、で、仙台牛だとコスパもいいんでねっていうところなんで、あれなんですけど、実は、仙台牛じゃなくて、ここで使ってきてるのは飛騨牛ということですね。なんだなっていうところです。まあ、もしかして商材とかそういったところであるのかもしれませんね。巻き寿司に、適用した部位とかで、そういったキットの販売みたいなのが、部位販売みたいなのが飛騨牛さんの方をやっててっていうようなのかもしれませんし、確かね、ここ数年ずっと飛騨牛がフラグシップにしてやってるところあったんで、多分そういうようなもう名物看板料理になってきてるのかなという感じはあります。で、次が、で、さすがに下牛はちょっと手が出せないよという人が、普通の焼肉ビビンバ太巻きもあります。これが安い。698円ということですね。安いね。で、半額だと、690円で754円ね。税込みが377円ということで。これはうちも買ってきました。美味しかったですね。ザ、っていう感じで。焼肉の巻き寿司という感じになると、ちょっと肉の味もあって美味しかったですよ、というところだったりしますね。で、次が、エビカツ太巻き、タルタルソースが入ってますよってことで、これも、754円のハーフ377円ということですね。で、アレルギー表示とかありますねっていうところを買ってします。で、次が、エビフライ太巻き、タルタルソース。これあたりすごいのはね、エビカツタルタルソースがあります。で、別途、エビフライのタルタルソースもあります。こっちだと598円。多分使ってる衣とか使ってる具材が違うんだと思います。ってことで、エビカツ、エビフライが来ました。で、後から行きますが、で、次が、チキン太巻きですね。照り焼き太巻き。これはマヨネーズが入ってますよ。で、ヒレカツ太巻きは、これはソースが、で、やってますよ。ということですね。マヨネーズが入ってないですね。で、これあたりが、598円の税込み646円の、ハーフは323円と、そのまま半分。で、次が、鶏唐揚げ太巻き、が入って、これはマヨネーズが入ってますよ。とか。で、エビ天ゆかり太巻きがあって、で、さらに、エビ天太巻き、天つゆがあります。ということで、エビカツ、エビフライ、エビ天ゆかり、エビ天、天つゆっていう。すさまじい、この、エビ、揚げ物、エビ、の、アイテムだけで4っすよ。4っすよ。
で、さらにそれがハーフもあって、8っすよ、カウント。えぐいって、えぐいってって思ってた、実は端にこっそり隠れてたしね、1個。っていうのがあったりしますけど。で、具だくさん、野菜の韓国風キンパ、これが、まあ、あります。キンパですね。もありますよ、ということで、ずらっとあって。で、まあ、天満屋さんもありますね。これ、ベリーとか、一部入ってない店舗があるんでね、天満屋さんは。もともと天巻き売ってるところ、まあ、これ、通常サイズで売ってるやつで、まあ、一応太巻きとして売ってるやつでもないんでね、あれかなっていうところですね。まあ、ちょっとカウンターしてみてもいいかな。通常販売で、天満屋さんって天巻き屋さんなんで、天巻きが毎日売ってるんです。それをそのまま売ってるっていう感じなんで、まあ、特に、恵方巻き用というわけではないかなというところですね。うん。天巻きがあります。まあ、ここもいろいろ天むすとかいろいろと揃えてあるところなんでね。美味しいところですよというところでございます。うん。まあ、やってるのは全部三種、直営のはずです。天満屋さんもね。うん。じゃないのかな？天満屋さんってどうなんだろうな。ああ。というところですね。で、これをリストアップすると、こんな感じになりますよ、と。ああ、おい。おい。サイズは多分 L はもう普通に18センチあるはずです。あの長さだったんでね。で、さらに、太さもちゃんと5センチぐらいありましたよね。で、ハーフはちょうど半分で売ってますよ、ということで。価格はわーっと出てますけど、まあ、とにかく多いね。じゃあ、どれぐらい多いのかっていうのをリストにしてみましたよ、と。こうなりますと。じゃじゃん。最高価格は2780円なんで、これは別に突き抜けて高いわけではないですね。他にもっと高いところ、1万円ってとこがありましたもんね。イオンの1万円とか。マックスオイルも4200円とか、バローも3200円、山中さんも3600円とかを用意してるってことを考えると、サンシさんは実はトップエンド、ハイエンドのところはそこまで3000円切ってる。ね、価格帯にしてるんで、3700円台でやってるところってどこがある？あまりないね。2700円台、2100とかでしょ？ 1 号館の水産でも、が2100だから。うん。よりは高いところ設定してるけど、バローとかでもちょっとお安め。あ、トライアルともほぼ同じぐらいの設定なのか。なるほどな。で、行くと、面白いのは、産地さん、ハーフとかしっかりと揃えてるんですが、269円って言って、安いところはちゃんと安いの揃えてあるんですよね。どっちかというと、スーパーサンシャンって言うと、269円。実は、スーパーサンシャンって言うとね、この2780円、7円とかもあるし、プライベートブランドとかで、ね、安い商品とか、あまりお金、ナショナルブランドで攻めていくっていうパターンが多いんで。なので、あまり安くはないよね。でもまあ、品質はいいけど、まあ、そんなに安くはないよねっていうイメージが結構先行してるんですけど、ちゃんと価格データ見てみると、ちゃんとお手頃なのも揃えてあるっていうのが、実は産地さんの強みですね。まあ、何よりも、ここので、ラインナップを揃えているところで言うと、もうこれですよね。何よりも37アイテム数。アイテム数37。レベチ。見てきたところだと、カタログがすっげえいっぱいあったイオンで26。しかもその中にセット販売が5つ含んでるわけですよね。っていうところを見ると、ここ37ってレベチのアイテム数があるのに、セット販売っていう、やつがないんですよ。だから、純粋に37種類あると。うん。セット販売の場合はね、他のやつの組み合わせのやつで、これで1アイテムっていうような形になってるんで、実質同じアイテムのダブリになってくるんですけど、ダブリなし！ 37。ちょっと圧倒ですね、やはり。ちょっと量が全然違うなと。このあたりと、他のやつ、ごめん、隠してるのがあったわ。隠れてるのをずらーっと見てみると、とか、大桑とかと比べたらちょっと、上もあるけど、下のレンジも広いもんに、意外とスーパーで269レンジ。あ、ただあれですね、これちょっと一概に言えないのは、どこだったっけ？山彦さんとかはね、チラシに書いてありましたけど、当日にハーフ販売やりますよっていうところが、他のところでもやってるところあったかもしれない。そのあたりはちょっとお分かりかねるんで、そうするとちょっとさらに価格の安いのがあるんで、ここはもうすでに、ハーフの方が全部入ってましたんでね。その差はあるかもしれませんね。ちなみにハーフは11種類。ハーフのやつの揃え方も、レベチ、イオンと同じ数揃えてますもんね。うん。
っていうところですね。ただ、面白かったのは、予約は基本やってないですよっていうところなんですけど、ここが三枝さんの特徴ですね。宅配のみということで、宅配がサービスなんですよね。そう。スーパー三枝さんは宅配サービスがかなり充実してまして、多分全国屈指なんですよね。で、しかも、なんだったっけ、コロナ禍ね、コロナ禍に入った時に、スーパーサンシャインって、真っ先にサブスクリプション制度を導入して、要は、月額、いくらの会員さんになってもらったら、送料無料で生鮮品ご自宅にお届けしますっていうサービスやってる。これが当たってて、それもね、そんなに高くない。1000円とか、なんか1500円とか、そんなにもしなかったっけ？ちょっと待ってね。まあ、こんな感じでね、1回の利用だと、106円で使いますよと。インターネットのみで注文の場合に限り選択いただきますってことなんですけど、基本的に、利用料金が1回あたり106円と。で、2回以上だと158円とか、要はマンションとかでね、上の階だとちょっとかかりますよとかってなったりしますと。で、支払いが、カードとか、クレジットカードとかのやつでできるってことなんですけど、で、プラス、貸し出しを、ロッカーがね、その専用のロッカーがあるんですよ。そこで保冷ロッカーになっておって、そこのところに、玄関先にね、そのロッカーを置いておいてもらったら、そのロッカーの中に、だから宅配業者さん、ヤマトさんとか使ってるわけじゃなくて、自前で、宅配サービスの、スタッフさん持ってて、で、それこそ店頭から、はいってピッキングしてきて、それを袋に入れて、ご自宅の方に持ってって、その保冷ロッカーのところにポイってしまったってくれる。だから、中の人はね、別に対面で受け取りとかする必要もないんで、そのロッカーのところに、入ってきてるのを、それこそね、仕事帰ってきたら、ロッカー開けたら、もう全部入っとるので、もうそれで、料理してできるよっていうことで、時短になるっていうのは非常にね、便利ですよっていうことで、1回106円、これもね、普通の送料を考えたらね、クール便なんて1000円とか1200円とか今平気でかかりますから、それを考えたら全然安いところだったりするんですけど、これ自前でやってるっていうのは大きいんですよね。で、貸し出し費用、そのロッカーは、別途月間106円かかるんで、まあ、最低、212円かかりますよということなんですけど、大きいのはこっちなんですよね。月額525円ですから、5回、4回使えばいいのかな？ 4 回、月4回以上使うんだったら、この525円。まあ、2回以上だと839円で、なんと、使い放題になります。毎日頼んだもん。だから、細かいのをね、ちょろちょろって頼むのに、あれですけど、まあでも、無料やったら、ちょっとこれだけ頼む、これちょっと頼んどこうかなとか、そういうのができます。ちなみに、ただ、ちょっと、でもあれですね、1回のお届けの合計金額が、1429円未満の場合は、ちょっとサービス料が85円かかるらしいんですけど、129円以上だと、そのサービス料もかかりませんっていうことなんで、まあ、普通にね、まあ、これが前、スーパーの話をした時に言いましたよね。スーパーの必要単価っていう話をしたことあると思うんですけど、まあ、特に宅配だとね、単純に、多分1429円だと人件費減できないっていうとかあると思いますので、ちなみに、冷凍食品だと53円とか、まあ、細かいところはあったりしますんですけど、蓄冷剤のね、やつがあったりとかっていう。ですから、逆に言うと、冷凍食品もこんなんで、お届けができちゃえるんですよね。っていうのがかなり強くてね、ロッカーも、ちなみにこっちだと無料ですね、とかっていうのがあったりしますね。プレゼントとかもあったりとかするらしいですけどね。これ、まあまあ、そちらがもらえますよ、といった感じですね。っていうのがあったりするということです。とにかく、これがね、強いですよ。525円で毎日持ってきてもらえますかね。30日って、変な話、毎日ね、使う人だったら、30日使ったら、1回あたりの送料が30で割ったら、20円切るね、っていうことなんで、めちゃくちゃお得だったりするということでございます。ですので、このサービスを使っている人が非常に多い、特にコロナ禍になってね、これ対面でね、会わんでも、入れといてもらえるだけやし、しかも仕事帰ってきたら、帰ってきてね、仕事終わってからね、買い出しに行って、また戻ってきてると30分か1時間ぐらいロスするじゃないですか。なんやかんや言ってね、スーパーに買い出しに行ったら、しかも仕事終わりって言ったら混んでるじゃないですか。っていう中、スタッフさんが勝手に欲しい商材、ピピピって注文番号入れといたら、持ってきてくれて、めっちゃ楽やんということでございます。なので、これを使う人が多いし、これで、恵方巻きも頼めるんですよ。
だから、いや、当日売り切れだったらどうしようも何も、これもサービスに入っておけば、別に当日もね、ちょっとね、チラシを見てね、ここになんか数字が書いてありますよ。これがね、注文番号なんですよ。この番号をピピって入れて、はい、これ何本、これ何本でお願いします。だから別に、それでなんか手数料がかかるわけでもないんで、じゃあ別にそれぞれハーフのやつ書いておったら好きなやつを選んでもらったら、もうあなたの好きなセットを作っても、あなただけのセットを作ったら、スタッフがね、それよりカチカチカチって合わせてくれて、ご自宅まで入って届けてくれるという。で、しかも送料がそんな感じっていうことなんで、まあ、ね、非常に便利なんで、三枝さんとか食べたいよとかっていう、で、三枝さんが好きな人だったらもう、これに入っときゃいいんで、じゃあ、問題ないよね。その当日販売だけでも、別にネット注文で入れておけば確実に買えるんだし、特に気にする必要がないということですね。で、いうような形で、いわゆる、普通にね、予約販売をその恵方巻きを受け取るところって結構裏が大変だったりするんですよ。はい、予約もこんだけ作って、とか言って、わーってなってね、それをまた発送に載せて、とか言って結構、プラスオペレーションが入るでしょ。もう、それだけで、中小規模店でも、ほんと予約管理だけで、パートさん2人取られるよ、ぐらいのね、感じになったりするんですけどね。まあ、泣いてる人ならね、1人全部回せるとかあったりしますけど。意外とそっちの方が大変だったりしますからね。社員さんも、これにも全部持ってかれて、巻いて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 、水産の社員さんも全員で、で、もう巻いて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 、になるんでね。そのあたりとかが、ありますね、っていうところにしますね。っていうような感じかな、ということなんで、そのあたりとかをうまいこと使って、まあ、ですから、で、それじゃ予約できないのどうしよう、よかったら宅配サービスありますよ、っていう感じの案内でね。これだったらネット管理で全部やりますし、もともと持ってる、その宅配専用のスタッフがね、まあ多分当日は相当多めに動くんだと思いますけど。で、ね、管理してやってくれますから。もともと既存あるサービスのところのプラスアルファでできるんで、より他社よりも高いサービス水準のところを、管理を、できるように、しつつ、さらに安く提供することができるっていう、両立を、かなり全国的にも実はね、一時期この宅配サービスってスーパー業界ではいけるんじゃねって言って結構始めた会社さんあったんですけど、意外と続けるのが難しいから、送料を単純に1割で計算していくと、1回の送料がどうしても500、600円取らないと、採算性が取れんってなると、そうすると、毎回600円払ってわざわざ持ってきてもらうのに、600円払うんだったら別に店に買いに行きゃいいやってなって、なかなか根付かないっていうところがあったんですけど、そこのところ、ああいうところのまさにいわゆるマススケールメリットっていうものをどんどん使ったね、サブスクリプション制度っていうのを入れて、で、サブスクリプションやったら、いや、でも、どうしたの？今日は秋に買いに行こうか。あ、でも別にサブスク入ってんだから、送料無料なんだったら、手頼んだらいいやって言ってね、やったらいいですし。で、生鮮食品がこの値段でね、店頭価格と一緒なんですよ。店頭価格と一緒なんで、で、スーパーさんって言うと、あんまり生鮮品はそんなに安くないよねってイメージがありますけど、宅配で持ってきてもらう生鮮サービスっていうふうに考えるとめちゃくちゃ安いですからね。普通のスーパーの価格で買えるっていうのは非常に全然レベチでね、他のところでやってる通販サービスみたいなところと比べたらもう全然レベチで安いですから、普通ね、1200、1300円かかるね、そっちの方がかかるのが、こっちだと5、600円とかで済みますから、それがね、激安スーパーに行ったら400円とかで売ってるかもしれませんけどね。もう、それで持ってきてもらって、もうね、欲しいやつピーピーピーって言うときはいいだけど。いや、めちゃくちゃ楽なんですよね。っていうのがあるんで。まあ、私の場合どうしても、今ね、仕事がね、あと、家のところがね、ちょっとね、ロッカーとか置けないところなんでね、家の、その、マンションの構造上ね、そういうのがあったりするんでね。まあ、特には、そのあたりね、結構、今、苦労はしてるみたいです。ロッカー、鍵付きのところ増えたじゃないですか。そうすると玄関先まで行けないんで、結構そのあたりとか苦労してるらしいですけど、幸いね、4日には比較的地方なんで、まだそんなに普及してないですかね、あの手のオートロックが。っていうのもあったりするということでございますね。というところらへんから、そろそろ閉めないと。やはり、スーパーさんさん、結論としては、まあ、やっぱもうアイテム数、その他もろもろ、圧倒的なところがいっぱいありません。特にアイテム数ですね。やはり量で勝負する。あとは宅配サービスをうまいこと使って、そういった予約システムとかそういったね、ところを、効率的に、
やるっていうことで、人買いたいお客様の需要と、三種のファンを取り込むという需要、そういったところをうまいことを両立させながら、このアイテム数の管理をやっていく、さすがだなと、自前主義、さすが、自前主義の三種さんと、いったところがありますなというところでございますね。という感じかなという結論でございましたということでございますね。ということで、ね、まあ、今回はね、これぐらいで。まあ、レビューなんでね、簡単な動画なんで、40分も喋ってんの？えぐ？ということなんですけども、これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。